どうも、お花です。それじゃあ今日も適当に喋っていきたいと思います。俺の大学の友達ですげえギャンブルが好きなやつがいるんだけど、で一通りねギャンブルをやった結果パチンコが特に大好きみたいで、で大学の頃からねもうずっとパチンコやってるようなやつだったのよ。でそいつがね服を買うときに必ずZOZOタウンの付け払いっていうシステムで服を買ってて、学生の頃で2ヶ月後ぐらいにさ、その付けで払った分をお金として振り込まなきゃいけないじゃん。でそれをね滞納しまくった結果、今現在社会人になってもうZOZOタウン側からブラックリスト入りされてるから服買えなくなっちゃってんのよ、ZOZOタウンで。まあそういうね結構クズなやつなんだけど、でそいつなりのね、まあ、パチンコの流儀っていうのがあるみたいで、それが何かっていうと、パチンコは使ってはいけないラインのお金を使ってこそパチンコの価値があるっていう風に彼は言うわけよ。意味わかんないじゃん。まあなんかざっくりと説明すると、まあ俺もギャンブルしないからよくわかんないんだけど、その気持ちが、まあ自分のね趣味として使えるお金の中でパチンコをやっても全然楽しくないらしいのよ。これ以上このお金を使ったら生活に支障出ちゃうよっていう、使っちゃいけないラインのお金を使ってこそパチンコはやる価値があるらしいのよ。なんかすごくねギャンブラーっぽくていいよね、その言葉が。もう旗から見てる俺からすれば楽しいわけよ、そういうやつがいると近場に。でやっぱねそういうやつって苦しみがある顔をしてないんだよね、人生において。すごい楽しそうに生きてます彼は。さっきのギャンブラーの友達の話なんだけど、もうそいつから許可をもらってるから先に言っちゃうね。これガチなんだけど、そいつの本名を山崎健人っていうのよ。で漢字もあの山崎健人と一緒の字なのね。でさ、ほんとたまたまじゃん。でも、まあ、山崎健人っていなくもない名前じゃん。そんな珍しいわけでもないし、でたまたまそういうまあ漢字になっちゃったんだけど、で彼が大学生の時に山崎賢人がすんげえ人気が出てた時で、でもう周りからはキャーキャー言われてかっこいいよねってなってた時だったから、もうねその時から彼の苦しみは始まってしまったわけですよ。幼少期の頃はね山崎賢人なんて呼ばれても周りから何の反応もされなかったよ。だって山崎賢人俳優でその時いないからね。でももう大学生になってからは世に山崎賢人というイケメン俳優が出てしまったから、もうそっから彼の人生は激変したわけよね。例えばよ、病院の待合室行ってさ、お次でお待ちの山崎賢人さん診察室 A へどうぞみたいなさ呼ばれんじゃん。でそうするとさ、周りの客も分かってるよ、山崎賢人がこんなところにいるわけないっていうのは。でもやっぱ見ちゃうじゃん、どんな顔立ちをした山崎賢人なんだろうっていう。で絶対頭の隅にはさ、あの俳優の山崎賢人がちらつくから、まあそりゃ俺の友達の方の賢人からしたら嫌だよね。でそれでさ呼ばれて行かなきゃいけないんだけど、周りから見られて、あーこんな子が山崎賢人なんだみたいな、それがねすんごい嫌みたいで、いやそりゃ嫌だよね。でもうね、山崎賢人ファンがこの場にいたら申し訳ないんだけど、そいつは山崎賢人が不祥事を起こして芸能界から消えてくんねえかなって密かに思ってるみたいです。俺の会社の上司から聞いた話なんだけど、その人が幼い頃に地元でね毎年開催される盆踊り大会があって、でそれに参加するために浴衣に着替えて、でその会場にね向かってたんだって。で向かう時に一本道の草むらをずっとまっすぐ行かないといけないから、でさ道もね暗いし、でそんなに綺麗にさ整備されてない道だから、おじいちゃんが気を使って車出してくれたんだって。でその車乗ってさ盆踊り会場に向かってたら、前方から反対方向に向かって歩いてくる、なんかね白い浴衣を着た親子3人組がね歩いてきたんだって。でまあすれ違うじゃん。でよくね顔は見てなかったらしいんだけど、冷静に考えてさおかしいじゃん。
全員がさ白い浴衣を着てで提灯持って絶対に盆踊り会場に行く人たちなのに、盆踊り会場とは逆の反対方向に向かってさ歩いてるから、もうおじいちゃんもさ自分もさ、あれ？あの人たち盆踊り会場に行く人たちだよね、道間違えちゃってるし、しかもその道も暗いし歩きづらいから車で送ってってあげようよってなったんだって。でさ引き返すじゃん。で一本道だから引き返せば絶対にさ追いつくじゃん、車なんだから。でも引き返しても全然さっきの3人組には会えなくって、であれおかしいな、この辺だったはずなんだけどって降りたら、ガサガサって草むらから音がして、パッて見たらタヌキがね3匹いたんだって。しかも大きいタヌキ2匹と小タヌキ1匹。え？ってなるじゃん。絶対さっきの3人組タヌキじゃん、タヌキ化けてたじゃんってなったんだって。すごい不思議でさ、素敵な話じゃない。まあ、それが嘘か本当かは置いといてさね、なんか俺が今ずっと話してたのさ、絶対怖い系の話だなって思ったでしょ。俺も最初それ聞いて思ってたんだけど、怖そうな話だけど怖くなかったっていう話です。